必ず生存する美容室を作る美容師専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマは美容業界のインボイスについてお話をさせていただきます。インボイス制度の詳しい内容とか、どんな影響があるのかっていう、全体的なお話は、他の動画でご紹介をさせていただくんですけれども、この動画の中ではですね、美容業界をですね、5つのカテゴリーに分けて、ご紹介をさせていただくんですが、この5つのカテゴリーでも多いので、この5つのカテゴリーの中の3つについてご紹介をしたいと思います。どんなカテゴリーがあるのかっていうのを早速お話しさせていただきたいんですけれども、5つに分けてみました。美容業界のインボイスの影響ということで、まず1つ目が消費税を納めているサロンという括りの中で、消費税の計算方法には本則課税というものと簡易課税というものがあります。本則課税というふうな計算方法を選択している雇用サロンと、消費税を簡易課税という計算方法を選択しているサロン、そして、免税事業者、消費税を納めていない、サロン、いわゆる免税事業者のサロン、この3つについて、今回の動画ではご紹介をさせていただきます。この後の動画でですね、この本則課税を選択している業務委託サロンと、その業務委託サロンで契約している業務委託美容師さんのインボイスについてもご紹介をさせていただきます。この5つのカテゴリーに分けて、インボイス制度がどんな影響があるのかっていうのをお話をさせていただきます。で、今日この動画の中ではまだ3つですね、本則課税の雇用サロンと、簡易課税のサロンと、免税事業者のサロン、この3つについてご紹介をさせていただきます。それでは具体的に内容の方に入っていきます。では最初ですね、本則課税の雇用サロン。一般的にですね、サロンの美容室を経営している消費税の計算方法なんですけれども、本則課税、簡易課税とあるんですが、ほとんどの場合は簡易課税の方が有利になります。もちろんですね、有利不利判定というのをちゃんとやった結果見極めるんですけれども、ほとんどは簡易課税になるんですけど、年間の売上が5000万を超えてくると、簡易課税がたとえ有利であったとしても本則課税を選択しなきゃいけないよっていうふうになってくるんですね。なので、雇用サロンでも年間売上が5000万を超える雇用サロンは、基本的に本則課税を選択していることになります。で、今からお話しするのは本則課税の雇用サロンのインボイスの影響のお話をさせていただきますが、インボイスの制度の大前提ですね、インボイスがないと払った経費のうち消費税が認められないというのがインボイスの問題だったわけなんですけれども、そしてインボイスを私のお店として発行するかどうかというところにおいては、基本的に一般消費者だからインボイスは取得しなくてもいいけれども、必須ではないんですよね。取得しなくてもいいんだけれども、対お客様から求められるっていう可能性もなきにしもあらずだし、インボイスがないのに消費税請求していいのというあらぬ疑いをかけられるということを防ぐために、すでに消費税を納めているのであればインボイスを取得してもいいんではないかというのが、私からのご提案になります。なので本則課税の雇用サロンにおいてはですね、まず対お客さんに対してはインボイスの取得必須ではないけれどもあった方がいいよねというふうに考えています。そして経費に対しては消費税計算でインボイスの確認が必要になるんですね。払った経費にしっかりとインボイス番号が付されているかどうかということを確認していくということが必要になります。インボイスがある場合は課税仕入れになるし、インボイスがない場合は課税仕入れにならないということが、影響が受けるわけなんですね。で、本則の雇用サロンの、問題点ですね、今言ったみたいにインボイス番号がその経費に付されているかどうかっていうのをこの確認が大変だということで、相当大変になると思うんですけれども、でもやらなきゃいけないんですということで、まずこの確認が大変ですよね。支払い先の業者さんがインボイスがちゃんと持ってるのかどうかっていうのはやっぱり確認していかなきゃいけない。でも大きいディーラーさんとかね、消費税を納めている事業者さんと取引している経費に関しては、よほどよほど大丈夫だと思うんですけれども、例えば小さな額ですね、モデルさんとかアルバイトとして払ってる分にはいいんですけれども、もともと消費税関係ないから、でもその人も個人事業主としてやっているモデルさんへの借金とかになってくると、ひょっとしたらインボイスを取っていないっていうことも出てくるわけなんですよね。だから少なからず経費の中でインボイスのない支払いっていうのも出てくるんではないかなと思います。家賃もですね、大家さんがインボイスを取得しないなんてこともありえるっちゃありえるんですよね。
で、あとは、まあ、OEM の、最近 OEM で自分のサロンで商材作って売ってるっていうの中にはあるんですけれども、そのサロンさんの規模がちっちゃかったりすると、よほどないと思うんですけどね。でもやっぱり取引している相手にインボイスがあるかどうかっていうのを確認をするという必要が出てくるし、ない場合はやっぱりその業者さんをはちょっとやめようかなとか、ここにお願いしたいんだけれども、どうしても税金の負担が上がるから少し価格の交渉をお願いできないかなっていうような動きが出てくるというのが、考えられるということになります。これがですね、いわゆる本則課税、インボイスの影響をもろに受けるお店の、問題点ですよね。一番ポイントになってくるのは、払った経費のところにインボイスがあるかどうかっていうところになってきます。そして次ですね、2番目、簡易課税を選択しているサロンにおいては、インボイスという制度はどんな影響があるのかについてお話をしていきます。対お客様に対して、これは一緒です。必須ではないんですけれども、インボイスの発行ができるようにしておいた方がいいんではないかな。これは先ほどのですね、雇用サロン、本則課税の雇用サロンと同じですね。対お客さんに対しては一緒だと思っています。そして経費に関して、簡易課税を選択しているサロンにおいては、本則課税は払った経費のうちインボイスがあるかどうかの確認が必要だったっていうふうですよね。でも実は簡易課税というのは売上しか見てこないから、払った経費にいくらの消費税がどうなっているかというのは全く関係ないんですね。だからいちいちインボイスのあるかどうかというのを確認する必要はありません。ということで、簡易課税を選択しているサロンにおいては、支払いに関する、そこに例えばインボイスのない人たちにお金を払っていようが、そこは関係ないということになりますので、自分のお店がインボイスを取るか取らないかというところだけが影響になってくると。一番影響の少ない状況になるのが、簡易課税を選択しているサロンさんということになります。で、参考までにですね、簡易課税っていうのはどうやって計算しているのかっていうと、消費税の計算というのは、みなし仕入れ率、ちょっと難しい話なので、なんとなくふーんっていうふうに、聞いていただければいいんですけれども、店舗売上においては 80%、 カットなんかのこう施術ですね、こういった売上に関しては 50% の仕入れがあったものとするというふうに計算をされると。で、ちなみに業務委託美容師さんが、その契約しているサロンから受け取る報酬に関しても、これはカット等の施術と同じ 50% の、経費があるものとするというふうにこう計算されます。で、参考に年間500万円の報酬を受け取っている方で、簡易課税で計算すると、納税は、消費税の納税は25万円ということになります。で、続きまして、3つ目ですね、消費税を納めていない免税事業者のサロンがインボイスでどんな影響を受けるのかについてお話をさせていただきます。こちらはですね、基本的には免税事業者ということは、インボイスの発行ができないと、インボイス発行できるようにしておいた方がいいと言いながら、そもそも納税していないので、インボイスの発行ができないということが重要になってきます。で、お店として発行したいんだったら課税事業者になってくださいねということになります。ただ、もともと一般消費者を相手にしているから、インボイスが求められることはないよねと、あったとしてもその頻度って少ないよねということで、インボイスの取得はしなくてもいいんではないかなというふうに考えています。これは別の動画でもお話ししたんですけれども、別に消費税を、インボイス番号がないから消費税が請求できないなんてこともないし、インボイス、消費税を納税してないんだから消費税請求しちゃダメなんじゃないのというふうに言われていたとしても、もともと免除されているだけで請求することは制限はないわけなんですよね。なので、免税事業者のサロンにおいては、インボイスの影響というのは、自分のお店が発行できないよという、ここだけ、影響が出てくるかなと。ただ、免税事業者のサロンって言っても、免税事業者の業務委託美容師さんはまたちょっとインボイスが発行できるようにならなきゃいけないような、事象が今後出てきますので、これはまたですね、別の動画でご紹介をしたいと思います。ということで、今日の動画はですね、3つですね、本則課税の雇用サロン、簡易課税のサロン、免税事業者のサロン、それぞれにおいて、インボイスがどんな影響があるのかについてお話をさせていただきました。どんな状況、私がどこに該当するのかっていうのはもう分かってはいると思いますので、自分のお店の場合はどんな準備をしなきゃいけないのかっていうことを丁寧に把握をして、まだ時間はありますので、今から準備をしていただきたいと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。